田中くんの目を見るな、話をするな。さっき5秒も彼の目を見て13秒も会話をした。会議資料を渡して説明してただけですけど、てかわざわざ時間計っていたんですか。彼は私のものなの、近寄るなって言ったよね。それじゃ仕事になりませんよ。私に口答えしないで、私はあんたの先輩なのよ、おつぼねなんだからね。あんたよりも年上なの、職場に長くいる私に従いなさい。はあ、わかったわね。でもどうやって仕事すればいいですか。目を合わせずに会話は3秒以内。そんなの無理です。あとはテレパシーでやり取りしなさい。じゃあテレパシーの訓練をしないと会話できないですね。そうでなければ彼とのやり取りは全て私を通しなさい。それじゃ時間がかかりすぎます。わかりました、頑張ってテレパシーが使えるように特訓します。その方が時間かかるでしょう。私を通すようにしなさい。そうすれば私と彼の会話時間が増えるわ。いいわね、これは決定よ。はあ、それとあんたまさかチョコ渡したりしないわよね。チョコ？部長の出張土産の白い恋人でしたら、さっき渡しました。あれ美味しいですよね。あ、もしかして最後の1個を私が食べたのバレちゃいました？あんた2個食べたの？白い恋人は私が大好きなの知ってるでしょ？ずるい！すみません、バレてないかと思いまして、デヘペロ。デヘペロじゃない！そうじゃなくてバレンタインのチョコよ。田中くんに渡したら許さないわよ。え、ダメなんですか？当たり前よ、職場でバレンタインなんて風紀が乱れるでしょ。そうなんですか？営業部の男性全員に渡す予定でいました。部長が以前バレンタインにチョコをもらえなくて、高校生の娘さんにめっちゃバカにされたから、どうしても欲しいって、お返しに3倍返してくれるからって渡す約束しちゃいました。え、部長は私にそんなことを言ってなかったわよ。先輩に言うと変な誤解をするから言いたくないって言ってました。は？先輩って結婚願望強いから家庭を壊されそうだって。あんなカピバラみたいな親父に私が手を出すわけないでしょ。カピバラですか、確かに似てますね。家庭的でいいな。じゃあ部長にはあげてもいいわよ。わーい、3倍返し楽しみですね。その時に部長から他の男性社員にもあげてくれって頼まれてるんです。自分だけもらうと目立つし、他の人も欲しがっていたからって。それなら私とあなたで担当しましょう。あんたは部長とハゲヤマとデブタと草坂とアホ谷ね。私は田中くん。なんたって田中くんが唯一の独身でイケメンだもの。担当って私が5人で先輩が1人ですか？そうよ、文句あるの？先輩の私に従いなさいよ。どうせあんたは彼氏いるんだからいいでしょ。はあ、わかりました。どうせあんたの彼氏なんてウーパールーパーみたいなろくでもないやつでしょうけどね。そんなことないですよ。それにウーパールーパーは可愛いです。あんたのようなブサイクで我慢する程度の男の顔が見てみたいわ。今度会わせなさいよ。え、それは。ま、私のような美人を見たら一目で私を好きになるでしょうけどね。それはどうだか。とにかく田中くんには絶対に手を出さないでよ。私は綾乃、30歳、会社員です。最近営業部に異動になったのですが、この部署は女性社員が私とおつぼね、さゆみ先輩の2人だけ。さゆみ先輩は36歳こじらせ女子、結婚願望が強く、飲み会に行けば理想男子の条件を延々と語り、周りをこき下ろすので周囲がドン引き。週末ごとに合コンに行き、これまでに何人かとは付き合ったようなのですが、いつも失敗。まあわかるような気もしますが、以前私に彼がいることをうっかり話したことで、それ以来何かと私と張り合ってくるのですごく困っています。そしてさゆみ先輩は勘違いとともにさらに暴走していったのです。あんたまた田中くんと26秒も会話してたわね。すみません、テレパシーを頑張ったんですけどまだ体得できなくて。だから私を通してやり取りしなさいって言ったでしょ。あれは田中さんの方からコピーを頼んできたんです、急ぎだからって。じゃあ仕方ないわ、今日は特別に許してあげる。よかった、昨日は36秒会話したって3時間 LINE 説教だったのでどうしようかと思っていました。説教なんて私はしてないわよ。え、私の服装が似合わないとか、話し方が若者ぶっているとか、手相が悪いとか、いろいろ言ってましたけど。あれはね、アドバイスっていうの。その代わり、明日は私の代わりに残業しなさいよ。
え、明日は予定があるんです。勘弁してください。そんなの知らない。それよりね、田中くんにチョコ渡したら目を見てお礼を言われたわ。お礼はちゃんと相手の顔を見て言うようにって私も母から教えられました。違うのよ、愛がこもった視線だったのよ、あれは。愛がこもったってどうしてわかったんです？もしかしてテレパシーが使えるようになりましたか？心が通じ合っていればわかるの。信じられないことばかりあるの。 UFO。 あんたまで歌わなくていいわよ。部長と萩山さんとデベタさんと草坂さんとアホ谷さんも私の目を見てお礼を言ってくれました。あれも愛なんでしょうか？そうね、既婚者の愛を受け取って喜んでいなさい。でもね、勘違いすると後が大変よ。だとしたら愛が多すぎて困っちゃいます。でもね、田中くんの愛の深さが違うの。私の心の奥まで見透かしてとろけさせてくれるの。大丈夫ですか？チョコが溶けちゃったらベタベタでアリが寄ってきますよ。防虫剤買っておきましょうか？そんなものいらないわよ。そうですか。じゃあ代わりに塩を撒いておきますね。は？なんで塩？アリの代わりにナメクジ退治です。ナメクジもいないから大丈夫。とにかく田中くんとこれから私はいい感じになるのよ。はあ。近頃私たちはいい感じ。選曲がいつも古いですよね。うるさい。私たちの邪魔を絶対にしないでよ。わかったわね。先輩、三倍返しが来ました。ゴディバにブルガリールにデメルに、どれも高級で自分ではちょっとしか買えないチョコです。最高に幸せです。よかったじゃない。そんなにたくさんのお返しをもらえたのは私があなたに担当を分けてあげたおかげよね。感謝しなさい。はい、5人分任された時は単なる嫌がらせかと思っていました。違うわよ、私が深い思いやりで泣く泣くあなたにやらせてあげたのよ。いつもそうしてあげているじゃない。そうだったんですか？締め切り間近に資料作成を回してきたり、合コンだからと作業途中で帰って後を押し付けたりしていたのも先輩の深い思いやりだったんですね。当たり前でしょ。でもおかげで部長のお返しが3倍どころか10倍ですよ。10倍？私がお肉好きって知って1万円分のお肉チケットをくれました。これで分厚いステーキだ。それはちょっと上げすぎでしょう。なんでも奥様の実家がお肉屋さんだそうですよ。まあいいわ、私も田中くんから素敵なお返しをもらったもんね。ああ、嬉しそうに受け取ってましたね。なんとね、中身は聞きたいでしょ？ちょっと返事をしなさいよ。あ、今心がトリップしていました。勝手にトリップしてんじゃないわよ。ちょっとマラッカ海峡まで。どこよそれ？マレー半島とスマトラ島の間にあるんですよ。そう、どうでもいいけど、それでね、以前は海賊がいたらしいんです。だから田中くんの話をしているの。あ、そうでしたね。田中くんからホテルチョコレートのチョコをもらったのよ。そうですか。これって2人でホテルに行こうって意味よね。は？楽しみだわ。いつ誘われてもいいようにエステに通っておこうかしら。どこかいいところ知ってる？あら、私たちの関係に嫉妬しちゃった？そんなことはないんですけど。いいのよ、嫉妬しても。そうだ、勝負下着も必要よね。今からネットで注文しなきゃ。赤と黒どっちがいいかしらね。まさかそんな風に捉えると思っていなかったもので。はい？そのチョコは私が選んだんです。え？たまたまそのお店の前を通りかかったんで買っただけです。なんであんたが？田中くんから頼まれまして。は？ああ、忙しくて頼んだとか？まあそうなんですけど。田中くん担当をたくさん持っていて忙しいものね。それだけじゃなくて、その私の恋人って田中くんなんです。先輩、聞いてます？おーい、ちょっと心が宇宙にトリップしていたわ。 UFO で宇宙人と合コンですか？宇宙ならいい出会いがたくさんありそうですね。それで私、田中くんにとうとうプロポーズされました。地球の男に飽きたところよ。先輩、大丈夫ですか？
なんであんたなのよ。私の方がずっと綺麗で美人で素敵でしょ。どうしてブサイクでカワウソみたいなあんたにこの私が負けるのよ。ブサイクなカワウソってひどいです。私と彼は同期入社で3年前からお付き合いしてるんですよ。でもなかなかプロポーズしてくれないので内心焦っていました。でも先輩のおかげです。なんで私のおかげになるの。バレンタインに手作りチョコと手編みのセーターを送ったんですよね。それが怖いって。は？怖い？手作りに怨念がこもっていそうで呪われると恐ろしいからってわざわざ神社にお祓いに行ったんですよ。そんな。以前別の人にも手作りチョコとセーターを渡して、その後にストーカーまがいなことをしたんですって。あれは。その話を部長から聞いて彼がとうとうビビってしまいました。ストーカーなんかじゃない。訴えられそうになったの部長たちが必死になだめて止めたって言ってました。あれにはいろいろと事情が。それとプロポーズがどうつながりがあるのよ。ストーカーされる前に私と婚約してしまえば諦めるだろうって部長たちがアドバイスしてくれたんです。はあ。彼もそろそろと思ってはいたらしいんですけど、いいきっかけになりました。そんな。結婚式には営業部全員を呼びしますのでぜひ来てくださいね。こんなはずじゃなかったのに。あ、余興お願いしていいですか。先輩の UFO が見たいです。誰がやるか。私が彼を狙っていたのに、これじゃいつになっても結婚できないじゃない。宇宙人との合コン頑張ってくださいね。それではさようなら。こんなの嫌。私と田中くんは晴れてゴールイン。来週海の見えるチャペルで結婚式を挙げます。式では営業部全員で UFO を踊ってくれることになりました。すっごく楽しみです。さゆみ先輩は招待客からいい男を見つけるんだとエステに通ってドレスも新調して張り切っています。でも男性招待客が全員既婚者だとは恐ろしくて言うことできないでいます。いつか先輩にもいい出会いがあるといいのですが、どなたか先輩にいい人紹介してあげてもらえませんか。